今日皆さんに紹介するのはこちら秋田県の円食堂さんの餃子になります。すごいです、復刻版です。幻の肉餃子の復刻ということで、秋田県三ヶ星にある円食堂さんはですね、昭和39年創業56年になるそうです。後ろでうちの子の声が聞こえてると思いますが、それが BGM です。いつものように私ホットプレートで焼いております。ちょっと様子を見てみます。いやー、すごい肉厚、香りもいいです。玉ねぎが入ってるそうなので独特の甘みがあるかと思います。じゃーん、焼き上がりました。すごい大きい、わかりますかね、一つがかなり大きいです。早速食べたいと思います。いただきます。うん、うまっ。うん、なんか川口の私としてはかなり大好きです。もちもち、北海道の超強力な特等粉使用。うん、ほんとね、やっぱ玉ねぎの甘みがすごいある。なんか今回は店舗では販売していない幻の肉餃子を25年以上店舗で提供してきてなかったこの餃子を復刻させて、こうやってお取り寄せで食べられるそうなんですよ。通販でこれまた載せときますね。こう QR コードとかでね、注文できるのページに行くの。じゃーん、うん、あっ、おかわり、ということでね、ぜひ一度円食堂さんの幻の肉餃子復刻版、細かくは概要欄に載せておきますので、ぜひ皆さんも食べてみてください。